こんにちは。今日はカタールワールドカップの話をしたくてカメラをつけました。テレビで見てない内容、見れてない内容がもうたくさん入ってるからちょっと長いけど、最後までご視聴お願いします。これを見ればサッカー好きな方とか、あとカタールに興味がある方には助かると思いますよ。カタールワールドカップ2022、カタールについて今タクシー乗りに行くんです。コリアン、すいませんよ。着いたのが朝6時ぐらいだったんですよね。韓国とウルグアイの試合を見に行きます。ホテルの近くに駅があるんで、ここすごい綺麗ですよ。すごく地下で違う新品みたいな、すごい綺麗な感じですよね。ここスタジオの前の駅降りてすごいなって思いました。僕もウルグアイの間に入ってます。僕と息子以外はもう全部ウルグアイなんですよね。それでいやどうしようどうしようって思って、パクられたらどうしようって思ったんですけど、そんなこと一もなく楽しく見ました。初めてのワールドカップだったんですけど、選手たちが入場する時の上がってくるその気分、それはまあ一生忘れないですよね。めっちゃ楽しいですよ。前半終わってますけど、すごい楽しいですよね。終わりました。0対0で引き分けでしたね。韓国とウルグアイの初めての試合を見て感じたのは、まずワールドカップってすごい楽しいんだろうなって。緊張しすぎちゃって90分がどうやって終わってるかわからない。もう僕はそんだけ緊張してるのに、選手たちはどんだけ緊張するんだろうなっていうことも分かってるし、選手たちの顔を見たらもう必死っていう顔でしたよね。やっぱり僕らはできることはまあ頑張って応援することしかないかなって。僕は今カタールでペイパムーンっていうレストラン来たんですよ。お酒頼めるからビールいっぱい頼みました。その後ワインちょっと飲もうかなと思って、オリーブオイルとパンが入ってポカチャ来ました。おっ、ボードワイチャーです。なんか2022年カタールワールドカップの本みたいなボードワイチャーです。頼んだクラブケーキとイカの絡まりチーピザですね。来ましたね。これロブスターのリングイネですね、めっちゃ美味しいですよ。キャビア乗ってますね。これキンクラブですよね。めっちゃ美味しい。これ釜もありました。釜エビも入ってますね。結構美味しい。ここご飯って結構美味しいですね。これあと絡まりのフリットも美味しい。サッカーを見ながらまだご飯食べながらお酒を飲めるのがすごく良かったなと思います。ワイン来ました。ワイン6時コリアだと2500円ぐらい。カタールでワイン飲めるとは思わなかったですけど、美味しいです。今日2日目なんですけど、今日はオランダとエクアドルの試合を見に行くんですよ。スタジオの隣にビラジオモールっていうところがあるんですよね。そこでちょっと買い物してランチ食べてちょっとスタジオ行こうかなって思います。あそこ側にカリパスタジオなんですよ。日本の勝ちの瞬間があるスタジオですよね。ここビラジオモールの中なんですけど、天井見るとなんかベネチアみたいな感じらしいんですよ。ここお台場ディナースポットと同じ感じですよね。フードコートみたいにご飯屋さんがたくさん集めてるんですよ。ピザハットある、マクドナルドもある。ここカレーが食べたいんですけどないな。僕は青木と学生席に決めました。やっぱり慣れてる味が食べたいから。もうずっとここ2日目なんですけど、ずっとパスタ食べてたから
ご飯が食べたいけどスープが飲みたい。近くに今度ちょっとラーメン屋さんとか探して行ってみます。モヒート来ました。モヒート、ちょっと甘いけど美味しいですね。来ました。アウトバックといえばプルミンオニオンですね。やっぱこれ美味しい。キャンティーに美味しい。あと僕のシーザーサラダが来ました。これ食べて少し買い物してカフェ行ってゆっくりしてから坂道行きます。すごくなりました。もう試合のちょっと前かもしれないけど、あそこの日本のサポーターさんたちもいますね。すごい人だなこれ。カリパスタジムの隣駅だったんですよね。歩いて行ける距離だったんですけど、まあ、僕はそこでご飯食べてちょっと時間潰してから坂道に行こうっていう考えだったんですけど、みんな同じ考えでしたよね。バッカ行く前にあと30分だけで違うのチルシップにこれ行きました。バナン、ああ、アイスだってかっこいい。これ夜になりましたね。ここはカリパスタジムの隣にあるタワーですね。あれがカリパスタジムですよ。一昨日日本が買った歴史的なスタジムですよね。ここマスク僕らしかかけてないですね。かっこいいなスタジアム。僕ここ来てびっくりしたのはみんな横断歩道なんて関係ないですね。ありえない。これがビラジオモールですね。ここの街がこれですね。これがまじ特にかっこいい。なんかこういうとこをこれを、まあ、こういう姿をだけ見れますね。もちろん初めて経験したんですけど、本番のスタジオに入る前に荷物の検査をするんですよ。飛行機乗る前の荷物検査することと一緒です。やっぱりね楽しいけど韓国戦、日本戦みたいに盛り上がらないですね、気持ち的には。今日はただ楽しめます。初めて韓国以外の試合を見たんですよね。エクアドルとオランダの楽しめるっていう感じ。ここですね、センターシティモールに来ました。それがテレビによく出てる選手たちのビールですね。今日はここで昼ご飯を食べて、昨日ちょっと買えなかったものをちょっと買って、夜はアルゼンチンとメキシコの試合行きます。あそこメキシコのサポーターたち結構いますね。今日は飯勝つかな。少年民のビールも多分この辺にあると思うんですけど、どこかな。見つかりました。ここ少年民見つかりました。あとあっちも全部ここはワールドカップのあれですよね。この建物はここで写真撮りたかったからここは行ってみたかった。でどこにあるか分からないからネット調べて、まあその町にあるよって言われたんだけど、その町のどこにあるか分からないからちょっと行って空前に見つかりました。トイレ行ったらそのトイレから後ろの壁にこれが見えたから、いやここにあるんだなって思ってそこに行ってみました。メキシコとアルゼンチンの試合だったんですけど、やっぱりスペイン語を使う国の、まあ、力というか応援のあれはもうすごいなって思います。すごい本当に。今日は現地の時間10時からメキシコとアルゼンチンの試合をあそこのインサイドスタジオで開始します。わ、今日で3試合目なんですけど、今日が一番人多いんじゃないかなって。このスタジアム僕が知っている限りは8万人ぐらい入るっていうことなんですけど、これすごい人ですよね。今日帰り大変ですよね。今日絶対。あとこのスタジオすごいかっこいい。決勝戦もここでやりましたよね。開幕戦もここでやってました。先週入場する前に花火みたいにちょいちょいやりますよね。多分テレビとかで見るとそこまで聞こえないけど、直接行くと隣の人の声が聞こえないぐらいなんで。こんにちは。
今日は日本の試合が悪いですよね。今日すごい楽しみです。これも買いましたよ昨日。あの現地でアディダスの売り場で買いました。これ僕はもう日本で買ってきて持ってきたんですけど、昨日ここ買い物行ったらこれ売ってたから、もう一生懸命今日応援します。新潟さん、僕は集めて応援が始めてます。近いところ、はい、席めっちゃ良かったです。ここ選手たちの声も聞こえました。入ってきました。今日席めっちゃ近いですよね。下から10番目ですね。ここ下にこれカチャが出てくるんですよ。カチャがこうやって椅子の下に、それでめっちゃ涼しいよ。日本のサポーターたちは、僕思ったのは人数の数はそこまで多くなかった。でもずっと応援する、休憩なしでずっと日本日本って言いながらずっと応援します。ずっともうびっくりしました。もう休憩なしでずっとやってるのが。あと僕この時日本のサポーターさんがゴミ袋を渡したんですよ。僕にもあの日本のユニフォームを着てたから、これで空気入れて応援してくださいって言われて持って帰ったんですけど、帰ったんですけど、でもそれでみんな終わった後にそこにゴミ入れ、それも目の前で見れるから自分もちょっとやりましたけど、日本の選手だって今思い出すのは中友選手の気合がもう半端なかった。サッカー負けちゃいましたね。サッカー終わってちょっと韓国料理食べたくて韓国料理屋さん来たんですよ。ここはバッキヨっていうお店なんですよね。コキヨ働きあるコキヨっていうお店、今注文頼んでるんで、トッポキとキムチボクンバ、あとジャージャンミャン、あとおでん、あと持ち帰りでチキン頼んでます。こんな感じかな、カタールの韓国の料理屋さんは。すごい気になりますね。こっちの方が難しい、食材料とかどうやって調達してもらうんだろう。 Thank you。 Welcome to your top coffee, so you can try it and skip this one. Thank you。うわー、来てた、来ましたね、キムチボクンバー、あとトッポッキー。カタールの研究ないですけど、ここ現金の村らしいですよ。まあ、道路と円しかないですけど、現金はリアルがなかったから、ドルで払いました、現金で。円とドルがあったから、どっちがいいですかって聞いたら、ドルでいいですよって言われて、ドルで払いました。本来は多分やっていけるかどうかわからないけど、もう最初から事情説明したんで。これは味が食べたかったんだ、この味が。なんだろう、この味。ちょっと、面白い味これ。このトッポッキすごい面白い味ですよ。なんか、酸っぱいな。米が食べたんだ、米が。なんか、ちょっと違うけど美味しいですね、なんか。あとこれチキンはちょっと持ち帰り、夜お手で食べようかなって思って持ち帰りにしました。トリップアドバイザーで調べたんですよ。日本韓国以外の人たちはトリップアドバイザーに結構使ってますよね。そこからでやっぱ鬼そだなみたいに選ぶんですけど、で僕はやっぱ韓国料理あったなって思って来たんですけど、僕はワイドコップと全く関係ないお店ですよね。 Thank you。 あとおでんが来ましたね。おでん、これ鍋に行きますね。これすごい助かりますね、ここ本当に面白いで美味しいです。美味しいけどちょっと違う味なんだけど助かるみたいな感じですよね。今日韓国の試合があと3時間4時間後にある日なんですよね。あそこソンフンミンがいる建物、そこの前にあるセンターシティモールでご飯を食べてからちょっと韓国の試合見に行こうかなって思って、とヌードルハウスっていうお店に入ってきました。センターシティっていうモールの1階にあるお店ですけど、すぐあそこのソンフンミンが。なんでここでわざわざご飯食べたかったというか、この日韓国戦だったからソンフンミンのビルの前で食べて韓国が勝って
欲しいなって思いながらわざわざここでご飯食べてきましたね。まあ、シューマイじゃなくてこれなんて言うんだろう、東南アジアの匂いすごいしてます。アジは普通に美味しい。エビの餃子みたいな。これですね、ラクサ。僕もラクサ好きなんで。あの見えないか、まあ、すごいココナッツ、ココナッツみたいな。これこれ食べて韓国一生懸命応援します。 NK スタジオに到着しました。ガーナサポートがくださいました。楽しい。まあ、結局3対2で負けたけど、試合内容的に見たら、まあ、別の国だったらもうすごく楽しい試合だったなって思います。カメラこうやって持ってるとずっと捕まっちゃうの。早く逃げたいの。僕もうずっと話かかってくるんで、ずっと絡んでくるから。タクシー乗りました。マスクもエフェンダーの今日負けましたね、韓国。あー、うどうしたね。3対2、まあ頑張ったけど、逆に逃げから負けたから、ごめんな。次の1試合もうとりあえず勝って、勝つしかないもん。日本もスペインに勝つしかないもん。本年のアズモスペインですけど、日本も勝って、まず日本が先勝って、次韓国が勝って、まあそれで、ここはそれを見ても帰りたいもん。とにかく今日はちょっと飲みたいから、初日行ったお店まだ行きます。今向かってます。ここまだ来ましたよ。こんなところからエレベーター乗って2階に行きますね。わあ、今日はちょっとハードワイズ飲みながら。これなんかピザの生地みたいなのありますけど、これホットみたい。ホットこれめっちゃ美味しい。今ねワールドカップ頼まれてカタールワールドカップで좋은점、이동거리가짧아그래갖고게임을매일매일볼수있어꽤좋은점정말좋은점매일매일하루둘씩도볼수있어나쁜점월드컵경기장을갑자기급조해서만든느낌이들어그래갖고끝나고다시숙소까지돌아오는데빨라야1시간반2시간택시안잡혀택시없어일단우버거기한300명모여있어전철한20번움직여야지나갈수있을것같아10분전에빨리나가든가아니면은내가다나중에도쿄가서룸을다시한번얘기해줄게이거는근데すごいいい経験してます本当に。サッカー勝つ負けるじゃなくてすごいなんかいい経験してますよね。あと今回思ったのは、僕チケット買う時ハットで買ったんですよ。もうまずホテル抑えなきゃいけないなと思って友達に頼んで、それで抑えてもらって、そこからチケット買ったんですよね。それでピファでリセールのチケット買ったんですよ。リセール、それで席がちょっとバラバラになったんですけど、最初からちゃんとサポートに入れてチケット買えば、やっぱり自分の国、自分が応援したいところに席がありますよね。それすごい大事だなと思いました。 OK、 Thank you。ピザ、こんな感じですね。ピザ、生地美味しいです。とにかく今日ゆっくり食べて、ゆっくり飲んで、そこ多分もう一回来ると思うんですけど、店美味しいから。とにかく、バイバイ。エングリーバードワールドっていう遊園地に来たために、もう来たんですけど、ここですね、エングリーバードワールド。入場券買いました。1日1買えるんですけど、400リアル、だいたい1万5000円ぐらいですね。ちょっと中早速入ってみます。
変えてきました。7500円ぐらいだから1人ディズニーランドと同じぐらいかな。こういう感じですね。こういう感じですね。でサイズ一緒たち選ばなきゃいけないんで、子供いるからこれ選びました。あと3つもカスタムしましたね。これハワイでもあるから、カタルの地域キーインフェクトリー水だったからこの店に来ました。ここもちょっと調べて中華料理が食べたくなって、制限がある国で飲めるビールっていいですよね。チャーが来ました。あとチャーンのご飯も細長いご飯、これチャーンこれですね。2本目のビールが来ました。浅い麺が来ました。おすすめの麺ないですかって聞いたら、これおすすめなんですけど、なんだろうこれ、今まで見たことない。でも麺はなんか手作りですよね。よく混ぜて食べてくださいって言われてるんですけど、じゃじゃん麺みたいな麺が来たからちょっと食べてみます。今はまだ混ぜたんですけど、これなんか美味しそう。これ韓国式のじゃじゃん麺よりさっぱりしてる感じがしますね。じゃじゃん麺だ、じゃじゃん麺よくわからない。僕もそこを考えずに楽しめますもん。なんか広場みたいなところですよね、ここ。多分あそこですね。ここですね、ここが反対側の市場。こういう感じの市場ですよね。暑い、すごく。暑いけど、すごい人。やっぱここは観光客たくさんいますね。皆さんここ来てますね。ここの街、すごい面白い。なんかドラマとかでよく出てそうな。映画とかドラマとかで出てそうな街ですね。ゲームとかで出てそうな街ですね。こういうもの売ってる。香水とかも売ってて、こういう独特な匂いもしてきましたよね。これ超楽しい、ここ街。なんか今始めたんですけど、ここ最終までバスが運んでくれますよね。荷物検査終わって中入りました。今日はフランスとティニーズ試合なんですけど、フランス戦やっぱり見に行きたかった。なんかスーパースターのチームを見に行きたかったってことで、これは予選3戦ですよね。予選の3戦目ですけど、フランスはもう2勝したから、ベストメンバーはもう半分は出てこなかったっていう悲しいっていう。エムバペとジルとグリズマン見に行ったのに、その3人はもう先発じゃなかったっていう。それで1点取られて、そこから固定できたんですけど、もうエムバペがボール持つとブーブーが半端なかったんですよね。めっちゃ速いですよ、エムバペ。終わりました。今日チニジア勝ちましたけど、ベストズルックには行けなかったです。明後日、明日、明後日、日本韓国にはこんなこと起きないように、試合勝ったらもう、日本は明日勝ったらもう 100% いけるから、でも韓国はもし明後日勝ったとしても、相手の試合の結果を待たなきゃいけないところなんで、まあ、とにかく勝ってほしい。
あそこがビラジオモールですね、夜の環境。ラッパースタジオです。すごい綺麗よ、ここ。今日も買ってほしいな。入り口はもう1個しかない。右でも左でも後ろでも前でも1個結構同じ道飛ばさないと中に入らないんで、帰りと入るのが超時間かかります。まずスタジオ見えるけど、そこから中まで入るのだいたい30分から1時間ぐらいかかると思えば分かりやすいですね。で、上からですけど、あそこがメトロステーションですよね。そこまで朝の中からこうやって歩いてきてて、そこがスタジオ入る前に荷物検査をするところです。あそこに日本のサポータースペイン戦も日本が勝つと思ってるんですよ、僕は。試合をする前に選手たちがワーミングアップするんですけど、そこでもう顔を見れば、選手たちの顔がもうコスタリカ戦と全然違かったんで。多分テンションよくって上がってて、スペインとドイツさよならって言ったよね。あ、2点目入れた時、ここでは現場ではそこまで分からない。審判のジェスチャー見るまで分からないですよね。テレビでは解説で言ってくれるんだけど、あと選手だって喜ぶと、いやこれはゴールだな、決まったなっていうこと。まず試合終わったらまず自分の国のサポーターに挨拶、そこをちょっと回りながら挨拶してくれますよね。選手たちもこれ一生思い出なので、ずっと回りながら手を打ってくれましたよね。あとスペインも一応負けてるけど上がってるから、トーナメントに試合出てすごいなんかクラブみたいな大きなクラブみたいな感じでずっとなんか楽しんでますよね。今日試合終わりました。すごい楽しかったです。なんか最初前半は日本が全然何もできなくて、わあこのまま負けるんじゃないかなって思ったんですよ。それで後半始めたばっかりで3人交代してもらって、そこからもう1点奪って、そこからもう逆転しちゃったんですよね。それですごい楽しかったんですよ。もう本当に楽しくて、あとドイツ、スペイン、コスタリカ、日本、その4つグループで日本が第1で上がりましたね。すごいことですよ、本当に。もう帰ってきましたよ。なんでスーパースターかなって分かりますね。見たらかっこよかった。とにかくポルトガル戦は試合始まる前には負けるかしなかったもん。今日は勝つんだろうなって思ってて見たんですけど、試合始めてすぐ取られて、なんだろうみたいな。
ここ選手まとめてるけど、一応 2-1 で試合は終わりました。ウルガイ戦の結果をやっぱり待つ時間もここもすごく長かったんですけど、選手たちはこんだけ楽しかったんだろうなって、いい気分だったかなっていうのが分かりますね、これ見ると。Go Korea! Thank you! Congratulations! Bye! ここすごいいいところ見つかりました。フォアで一番いい街じゃないか思うぐらいのとこですよね。こういう感じでテラスの店がたくさんなってて、すごい雰囲気です。天井とか見ると。それ試合終わってまたオリエンタルのホテルの中なんですけど、外で食べるとお酒飲めない。でもこの日はもうお酒いらないと思って外でまた出荷食べました。今日は金曜日だから人がすごいですもん。エビめっちゃプリプリ。これですね、魚の揚げてチリソースに揚げた感じですね。エビチリみたいな感じの魚バージョンですね。これあんかけそばみたいな日本の。やっぱこういうの食べたくなりません？海外来るともっと食べたくなりますよね、慣れてる味のご飯が。すごいよ、ここ。これやっぱおしゃれですね、ここダウンタウンは。こういう感じですよね。ラクダですね、ここは。おぉ、あとうま。あとうま。あ、ここ夜とまた全然違いますね、昨日と。ゴーコレア。あ、面白いことがあって、なんかヒジャブかけた女性の方がちょっと変えようって言われたんですよ、韓国語で。韓国のユニフォーム見たら、これ BTS のおかげだろうなって思いました。僕カタールドアで行ったこと、街の中でここが一番好きになるかもしれないですね。すごいいい街だと思います。すごい綺麗。 Thank you。すごいかな。今夜12時過ぎてますよ。で、カタルは最終日ですね、ここ。今からちょっとランチ食べに行くんですけど、僕が行きたかった店があったんですよ。ネットで調べて美味しそうだなって思って行こうってしたんですけど、酒場に行こうとしたらもう満席で入れなくて、サッカー終わってまだいたんですよ。それでもまあ2時間ぐらい待ってなきゃいけないよってこと言われて、今日はちゃんと予約して今向かってますけど、アイスアメリカノが来ましたね。ポテトですけど、オレガノが入ってて美味しい。こういう感じ。チーズボールですね。チーズがたくさん入ってるから。マッキーは近くないですね。マッキー近てる店と近くない店で生地の味が全然違うんで、でも美味しいですよ、生地は。ビラジオモールはこれがあります。あ、本当ピッパーのあるんだ。ピッパーのオフィシャルちょっと買います。カリッパスタジオに向かってます。今日はオランダとアメリカの試合ですね。これがですね、カタルの警察の馬、かっこいい馬。で、今回から事件の額が上がってるんですよ、ベスト16だから。
前は1等席 C81 の席が600リアル、あ、800リアルだったんですけど、今日から1000リアル、1試合1000リアルだから4万円ちょっとじゃないかなと思います。ここのスタジアムは、ここは言わなくても分かりますよね。もう管理パスタジアムなんですけど、ドイツ、スペインに勝った歴史的なスタジアム。最後の試合はこれで終わりです。僕はちょっと早めに出てきたんです。悲しいですね、すごく。3対1でホランダが勝ってる、終わるホーム前まで見て、もうホテル戻ってシャワー浴びて空港行かなきゃいけないんで、ちょっと早めに出てきたんですよ。道がないから楽しなって、まずホテル行って荷物を片付けてシャワー浴びて、行かなきゃいけないんで、これでカタルの予定は全部終わりですね。カタルの話をしました。僕もう一回カタル行く、人生の中でカタル行くって聞かれたら、多分行くことはないと思うんですよ。カタルに仕事がない限りは行くことはないと思うんですよね。でも新しい経験できて、まあ、2つの経験しましたよね。ワールドカッププラスカタルっていう国の経験したんですけど、すごい良かったなって思います。一生自分の中で一番楽しい経験だったんじゃないかなって思います。次のワールドカップは絶対行きます。東京戻って1ヶ月過ぎてるから忘れたんですよ。でもこっちが忙しいから忘れたことをこれを見てまだ思い出しましたね。だからすごく楽しい時間でした。テレビで見れなかったところたくさん入ってるから、楽しかったらもうお願いします。